クルーザーフェスのほら優勝者がさ、もうチャンピオンに挑戦できるっていうことがもう決まってるわけでさ、ベルト取りに行きたいですよね。みんなシングルマッチの戦いを乗り越えて、まあ、最高の形でチャンピオンベルト取るっていうことをしたいなと思ってます。そして最後はエスケー顔面顔面顔面クラッシュトーカー、あ、どうだ、必死に抑え込むセリーさんと若い人たちがというか、うん、作り上げているところがすごい感じますね。それはそれですげえことなんだけどさ、そこに入りたいよね、ぶっちゃけ。とにかく一番決めればいいので、はい、トーナメントでもリーグ戦でも僕の中では何でもいいです。第1回に発言したものとして言わせてもらえば、僕がチャンピオンになるべきだなと、まあそのような、メイクドラマを作っていきたいなと思ってます。正面から、垂直落下式ショウダー落とし、チャンピオンの勝ち。今度こそのタイガードライバー、火を吹いた、返せるか、風足、ダメだ。チャンピオンの赤コーナーからサービカルブレイク、どうだ、これで仕留めた。悪いね、あ、最初から取るつもりだったからさ、なんだろう、まあ、最終的には勝てなかったんで、まあ、飲み込まれていたかなっていう感じがしますね。彼らのフィールドの中に、吸い込まれちゃったのかなって感じがしますね。もしかして古いのかなって感じがしますよね。なんかチャンピオンとしてこういう風な試合でやっていこうっていうようなところが、やっぱプロレスもどんどん進化してるわけなんで、もしかしたら新たな、なんつうんだろう、僕が作るチャンピオン像っていうものを、クルーザーのベルトで作り上げなくちゃいけないのかなっていう風な感じはしますね。ていうか、それはそれをやってみたい。レスラーのクルーザーこういう風なもんだっていうのね。だからチャンピオンは大変よ。どんな相手が来てもやっぱり自分のフィールドで持ってこなくちゃいけないわけだから、それが俺の戦い方っていう、俺のチャンピオン像だみたいな感じでやっていかなくちゃいけないわけだからね。やっぱやってる時はさ、自分の戦いって決まってるわけだから、この俺のところに持ってこさせようって来ようっていう試合の意気込みではやってきてるはいるんだけどね、なかなかね結果がついてこない。危機感を感じるね、精神的にも肉体的にもそういうふうなところが、弱くなってんじゃねえかっていうような、ところも感じるし、ただ言い訳みたいなものを始めちゃったらもう何にも多分進まないんだよね。だから僕はこうこうこうだからできませんとか、
ていうのはちょっと嫌だな。俺は社長でもチャンピオンでありたいね。彼が味わったことのないような戦い方で、ちょっと仕留めたいなと思ってますね。経験というものは多分、最近始まった、ずっと一つのところにいたし、で他のところで絡むこともなかったわけでしょ、でそう考えると全くね、分からないところに来るわけだから、特に向こうが無知だからむちゃくちゃ楽しみだ。衝撃を与えたいな。僕のチャンピオン像、クルーザーのチャンピオン像というのを見せたいな。そのためには全勝だからね、トーナメントですからね、一個も落とせないんで、精神的にも、もちろん肉体的にもそうだし、強くあって残ってチャンピオン取りますよ。